ネオジオポケットとは、SNK が1998年10月28日に発売した携帯型ゲーム機。略称は、NGP、ネオポケ。キャッチコピーは、What's Your Game、Going My Game。本体中央部の液晶ディスプレイはモノクロ8階調。他社のゲーム機の十字キーに相当する部分は、 メカニカルスイッチを利用した、ジョイスティックで、ネオジオ CD コントローラーの衣装を踏襲しており、コマンド入力のしやすさや親指への負担軽減に、一役買っていた。デザイナーは、インターデザイン研究所の上田幸和。しかしボタンが二つしかないことなどから、格闘ゲームで遊ぶには、難があり、結果として、ネオジオポケットのソフトは、テーブルゲームの比重が大きくなった。 ネオジオポケットカラー専用のソフトは本機では動作させることはできない。本体色は多数用意され、カーボン柄や明細柄など複数の色を使ったものや中身が透けて見える半透明のものも存在した。その他の周辺機器の画像はこちらから参照できる。カートリッジを刺さずに電源を入れると以下の機能が利用できる。時計。 カレンダーは設定しておくと指定時間に自動的に電源が ON になるアラーム機能を有する。時計、カレンダー機能はロムカセットのソフトウェアからも使用でき、一部のソフトでは特定の時間や日付にすることで通常とは異なる動作をさせることができる。また本機は海外でも発売されており、ファームウェアの設定に日本語と英語の切り替えがある。 ローンチタイトルは、キング・オブ・ファイターズ・アール・マイナス・1メロンちゃんの成長日記など6タイトル。その他主なタイトルは、メタルスラッグシリーズ、コットン、ファンタスティック・ナイト・ドリームズ・コットン・マイナス、パチスロアル・ゼオコク・ポケット、SNKVS、カプコン・激突・カード・ファイターズなど、対応ソフトの大半は SNK から発売された。同社の他も、アディケや、 夢工房といったネオジオに関わっていた開発企業がソフト開発を担当したソフト数は少ないがカプコンやセガ等の競合他社もサードパーティーとして参入していたまたソフトの発売には至らなかったもののスも参入の意思を表明していた売上面では苦戦したとはいえこれまでの携帯ゲーム機にはない作品が揃っていたファンの要望に応えるべく 対戦格闘ゲームの他に、脱衣麻雀や、パチンコパチスロのシミュレーターなど、大人のためのソフトも充実していた。また、携帯ゲーム機としては、ゲーム業界で初めて、推奨年齢表示を箱に表示している。特に、カジノゲームを扱った作品に多く、性的要素がないものでも18歳以上推奨を表示する作品がある。 モノクロ版とカラー版の双方に対応したソフトも存在する。また、モノクロ版のローンチタイトルの中にすでにカラー、対応ソフトが含まれていた。モノクロ版は、任天堂の携帯ゲーム機ゲームボーイカラーの一週間後に発売された上、SNK が発売前から上位機種のカラーシリーズを5ヶ月後に発売すると発表していたために売れ行きはかんばしくなく、しかも、 ネオジオポケットカラーを発売した7ヶ月後には、軽量化カラー版を発売するなど、短期間での商品展開に、ユーザーは困惑した。一方で、ジョイスティックは評価され、1998年、グッドデザイン賞を受賞している。2001年10月30日の SNK 倒産後は、後継企業の SNK プレイモアに知的財産権が一括、譲渡されたが、 ネオジオポケットの展開は、倒産を境に打ち切られている。過剰在庫は、アルゼ開発のプライズゲーム PPAA-01、CPAA-2 の設定変更用の操作機器として使われるなど転用も行われた。2019年12月12日に発売された、ニンテンドース o s w 版の サムライスピリッツの早期購入特典として、ニンテンドースウィイッチで動作する、ネオジオポケット用ソフト、サムライスピリッツ。2の配信が開始。初の他ハードへのソフト移植となる。ニンテンドースウィイッチの画面の中に、ネオジオポケットが表示され、その中の液晶画面部分に、ゲーム画面が表示される。 2020年4月30日には同様の仕様で SNK ギャルズファイターズの任天堂スイッチ版のダウンロード販売が開始された。夏からはネオジオポケットカラーセレクションとしてシリーズ化され、キングオブファイターズ R-2 サムライスピリッツ。などが配信されていく予定。ありがとうございます。